ヤフーディレクトリは、かつて存在した、ドモスに匹敵するサイズのウェブディレクトリ。ウェブディレクトリは、ヤフーの最初のサービスであり、1994年に、ジェリーデイビッツ、ガイドツーザワールドワイドウェブという名前で開始された。日本においては、ヤフージャパンが、創業時の1996年4月1日から、ヤフーカテゴリーという名前で、同様のサービスを展開していた。 2002年10月には Yahoo はディレクトリのコンテンツを Yahoo ーーチ e かのクローラーベースのリストに変更した。ここに人間が編集したディレクトリの重要性は低下したが2014年8月19日、現在はまだ更新が続いていた。ユーザーは7つ以上の層に編成された何千ものリストを閲覧できた。例えばユーザーがチスのサイトを探している場合、 レクリエーションマイナスゲームマイナスボードゲームマイナスチスなどのようにパスを移動していく。このディレクトリは当初、掲載の可能性があるウェブサイトに2つの選択肢を提供していた。無料のスタンダードと迅速なレビューを提供する有料の申請プロセスである。スタンダードは廃止され、ウェブサイトの登録申請をする際には299ドルの 返金不可のレビュー料金が必要になった。掲載後は掲載が続く限り同じ金額が毎年請求される。2014年9月26日、ヤフーは2014年12月31日にディレクトリを閉鎖すると発表した。この前に2010年にいくつかの国と地域固有のディレクトリが閉鎖されていた。日本のヤフーカテゴリは2018年3月29日に サービス終了となった。廃止の理由は、ディレクトリ型の検索が役割を終えたためとされている。ありがとうございます。